はいどうもこんにちは、フィギュア大好きトイカンです。前回でメガホビのレビューが終わったので、今回はワンホビグッドスマイルカンパニー主催で開催されましたワンホビのね模様をお伝えいたします。開催場所は秋葉原にある秋葉信用ギャラリーというところで、駅で言うとね、地下鉄の末広町を降りてすぐのところにあります。結構ここではね、様々なイベントが開催されてますよね。で、まず会場に入るとね、正面にドーンと待ち構えていたのが桜カードキャプター桜の木の本桜ハローブランドニューワールド。こちらね、7分の1スケールで、お値段もね、2万円近くするそうです。最近はね、本当にね、2万超えのフィギュアもね、当たり前になってきましたが、この桜はね、ご覧の通りのボリュームで、しかもね、白が貴重でね、美しい。非常にね、美しい仕上がりのフィギュアになってましたね。蝶のような羽と大きく広がった翼がね、これはね、おそらくクリアパーツなんだろうけど、しかもね、台座もね、クリスタルのような感じになってて、非常に透明感が強いというか、桜のね、ピュアな人格をそのまま表しているようにも見えるよね。照明もいい感じに当たってて、本当にね、キラキラ輝いてました。そして会場の方はね、ぐるっとこう壁際にフィギュアが飾られている状態なんですが、まずね、フリーイングのバニー、スカサハのバニーに色がついてました。スカサハらしいね、紫のバニースーツがね、テカテカ光ってて、これまたね、綺麗でした。同じ造形でスケール違いのアルターのものがね、すでに予約開始されてますが、この4分の1のバニーとアルターの7分の1とね、どちらを買うか悩んでるマスターの方も多いのではないでしょうか。さらにそのスカサハの横にはフルメタのテレサ・テスタロッサのバニーもありました。フルメタもね、新作アニメが始まったということで、アルターなんかからも出てますが、これはね、可愛いバニーのテッサですよ。可愛い笑顔にね、ちょっとはにかんだ表情がね、可愛いんですよね。まあテッサファンにとってはこれもね、買いのフィギュアですよね。そしてダンガロンパからは七海千秋、これまたね、エッチー姿になって登場と、まあお座りポーズなんだけど、こう大きい胸をね、上から覗けるのがこれまた素晴らしいよね。で、胸にはね、これ汚れじゃなくて、これほくろなんだろうね。きちんとね、ほくろもついてるんだよね。細かいよね。これもね、ちょっと変わったバニースーツなんだけど、バニースーツっていうよりもなんかパジャマっぽいけどね、これ結構エロいよね。これもね、ファンにはたまりませんね。そしてアー女神様からも3女神がバニー化です。スクールドがピンクのバニー、ベンタンディが青のバニー、そしてウルドが紫のバニーになって登場です。3人とも立ち姿なんでね、3人並べて飾っても、まあ、そんなにそれほどは場所を取らないのかな。まあ、これをね、3体並べて飾る熱狂的信者もいらっしゃるのではないでしょうか。本当にね、フリーイングのバニーシリーズはそこが見えないよね。そして最後にダリフラからゼロツー、今フィギュア界でも大人気のゼロツーです。で、このゼロツーが可愛い、めっちゃ可愛いです。赤いバニースーツもね、かなり光沢があって綺麗なのと、ゼロツーの肌も白くてね、結構色っぽいの。あと後ろに手を組んだポージングもいいよね。可愛さオーラがね、全開に出てるんだけど、あざとさもね、ないしね、このゼロツーはかなりいいと思います。まあ今出てるゼロツーはね、どれも高いんだけど、このバニーはね、4分の1スケールという大きさもあるしね、まあ可愛いゼロツーが欲しいという人にはおすすめかもです。で、バニーに代わってこちらはね、マックスファクトリーのゼロツー、そう、例のマッパゼロツーです。もうね、下着すら身につけていない、まあコートもね、羽織っているというよりも後ろにあるだけ。これね、大事な部分を後ろから見たらどうなってるんだって、もう気になってる人も多いのではないでしょうか。まあでもこれはね、どちらかというとこう芸術性を重視したフィギュアなのかな。まあマックスファクトリーということもあってクオリティも高そうです。衣装は身につけてないけど、広がった髪の毛や大きな台座なんかでね、結構なボリューム、価格もそれなりなんだけど、これもね、売れそうだよね。アニプレから出てる制服姿のやつもね、人気なんですけど、これもね、欲しがるファンの方も多いのではないでしょうか。
そしてこちらはファットカンパニーからグリットマンの新庄茜と宝田立花。アニメの人気からね、各社一斉にフィギュアの情報を出してから、ようやくね、ここに来てデコマス展示が相次いでます。ファットカンパニーもね、これはおとなしめの造形と言っていいのかな。まあ各社ね、そんな驚くような造形ではないんだけど、これもね、普段の学校生活を表しているような造形なんだよね。ファットカンパニー版の特徴は台座がこうグリットマンのロゴっぽくなってるのと、アカネちゃんの方はね、付け替えのヘッドパーツが付属します。それとね、ちょっとかがんだ造形なんで、大きな胸がね、よりぶら下がってる感が、これがいいよね。で、リッカちゃんの方もね、ちらっとこうパンツが見えそうです。これこそね、フィギュアの醍醐味。まあでも本当この2人のフィギュアはいろいろ出てますからね、どれを買うかなかなか悩みますよね。そして同じくファットカンパニーから玉物前のフォックス不景服バージョン。いやー、ファットはね、玉も好きだよね。でもね、この不景服いいよね。半袖で胸もね、こうパツンパツンで、色もね、淡いブルーで綺麗なんだよね。クリアパーツでできたピンクの色の髪の毛とね、相性が良くてね、これはね、タマモンの特徴をね、活かせてるよね。素晴らしい。まあこんな不景さんならね、ちょっといたずらして捕まってお仕置きされたいよね。で、他にもね、現在予約受付中のゴブリンスレイヤーのエルフも展示されていました。相変わらずこれいいフィギュアだよね。うん。で、さらにオーバーロードのイビルアイが、こちらはまだ色がついてない原型展示でした。これもね、早くデコマスで見たいですね。で、こちらはアクアマリンの新庄茜。他社とは違ってね、水着ですよ、水着。で、これはね、例の水着会で着ていたあのエロい水着ですね。まあ、茜ちゃんはね、何を着てもエロくなりそうなんだけど。まあ、茜ちゃんの割れたお尻が見たいっていう人にはね、やはり水着フィギュアがおすすめかもですね。浮き輪もね、よくできてるしね。で、こちらはウィングからゆるキャンのシマリン。先日紹介したアルターのね、スクーター付きのが7分の1じゃなくて10分の1なんで、この7分の1のシマリンが欲しいという人にはこれはね、いいのではないでしょうか。まだね、色はついてないんですが、このシマリンは雰囲気が出てそうだよね。そしてウィングからはクイーンズゲートの門を開くものアリスのデコマスも展示されてました。これはね、なかなかね、股間がやばいことになってます。まあ懐かしいキャラだけどね、今見ると逆に新鮮でいいよね。これはね、結構要チェックフィギュアですよ。そしてみんな大好きアルトリアの英霊清掃バージョン。いや、このアルトリアは綺麗だよね。展示場所のね、背景も白で明るいんで、よりこのアルトリアの清掃ドレスがね、輝いて見えるよね。で、アクセントの緑のリボンが、これまたあのアルトリアの金髪と相性が良くて本当に綺麗なので、さりげなくね、太もももちらっと見せてるしね。これもね、安いんでアルトリア好きにはおすすめです。そしてようやくグッスマからも絆愛が発売されます。すでにね、東京フィギュアさんからはいろいろ出てる絆愛なんだけど、グッスマのは安い。本当にね、そこに尽きるよね。まあ、Amazon だと今1万円切ってるからね。しかもね、作ってるのはグッスマだから、まあ、クオリティ的にも心配ないだろうし、愛ちゃんが欲しい人にはおすすめです。で、会場でもね、好評だった滝本ひふみ。まあ、撮影してたらね、隣の若い子たちが、あ、このひふみいいね。すごくよくできてるじゃんっていう声がね、聞こえてきましたね。でもね、これ本当にね、造形が素晴らしいので、いい感じでエッチいし、ファンの方にはね、これ超おすすめです。そしてね、スカートが外れることを希望します。で、グスマさんなんで、ネンドロイドもね、多数展示されていました。まあ本当にね、ネンドロイドもね、守備範囲が広いんでね、僕も知らないキャラの方が圧倒的に多いんですけど、まあカンコレなんかはね、相変わらず根強い人気だよね。他にもね、ゲーム系のキャラとか、あのペルソナなんかからはね、これはね、メンバー全員出そうだしね。あと進撃の巨人からはハンジさんの発売とともにね、メインキャラの再販もね、決まったようです。アニメも今絶好調だしね。FGO 系もね、相変わらずの人気だしね。
他にもね、盾の勇者だったり、あとソードアートオンラインのアリシゼーションだったり、あとはドロロのね、百鬼丸もありました。まあ本当にね、ネンドロイドがよくできてるというか、キャラの特徴をね、小さいながらもうまくまとめてるんだよね。最近はね、ちょっと高くなってる感じはあるんだけど、キャラが多い作品のね、メンバーをこう全員集めたいなんて人にはね、これがね、いいアイテムになってるんだよね。で、僕の好きな桜島舞先輩もあったんですが、その横にね、バニーガールに変身できるアイテムが展示されていました。これを差し替えることで誰もがバニーになれるということかな。まあアインジュ様につくのかどうかはわからないんですが、僕もねちょっと買ってみようと思っております。そしてフィギュア以外にもバルキリーのプラモデルの展示がありました。すでにロイフォッカー仕様のガオークが発売されているんですが、ファイター仕様のものも出るようです。これね、スケールが20分の1ということで、かなりでかいです。まあ価格もその分お高いんですけどね。でもね、でかい分ね、コックピット周りとか、細かいディティールのところとかも精密に作ることができるんでね。まあ飾るスペースのある人や、かっこいいバルキリーを作りたい人にはおすすめです。もね、バルキリーならね、このファイターの形がね一番好きかな。このスーパーパックをつけた状態のやつね。僕もね、エアブラシとか持ってればプラモデルとかも作りたいんだけど、でもやっぱりね、時間もないしね、難しいね。はい、ということでワンホビのレビューも以上となります。すみません、結構ね取り忘れてるものも多かったようです。すでにワンホビセレクションで予約受付中のクマノもね展示されてたっぽいです。僕ね、てっきりフィグマと勘違いして撮ってなかったんですけど、まあどうしてもね、時間も限られてるんで焦って撮ってるんでね、毎回そうなんだけど撮り忘れが多いですね。あとエロホビなんですが、まあ去年もそうだったんだけど、ほとんどがキャストオフ状態なんでね、 YouTube でアップしようと思ってもモザイクだらけになっちゃうんで、今回もアップする予定は今のところはないです。まあフィギュアごとにねアップする可能性もあるかな、どうかな。まあアップできそうなものがあればアップします。ということでね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。まあメガホビもワンホビもまたね、秋には開催される予定なので、また行ければね撮影してきますので、楽しみにしてください。で、その前にワンフェスがありますね。あれはね疲れるんだけどね、まあ行けたらあれも行きたいとは思ってます。ではでは、次はねフィギュアレビューでお会いできると思います。またねー。